よろしくお願いします。中国の昨年共産党大会が、はい、まあ終わってから、和江さんは初めて来ていただくということで、はい、まあ、その辺から今日はですね、見ていただいて、この新しい陣営で今の中国やってると思うんですけれども、はい、なかなかその習近平が他の要するに諸外国との、要するにトップとのやり取りとか、そういうものは意外といろんな番組でもやってるとこ多いんですけれども、まあ本当にこのその中でももっとディープにですね、今日はですね、はい、せっかく川添さん来ていただいてますからね、はい、その中国共産党内部でのねこととかいろいろ今日は聞いていきたいなと思うわけなんですけれども、まず率直にこのチャイナセブン、はい、どう思われました？まずですね、私実は去年の8月の段階でウィルという雑誌に出して、はい、それで大体こうなるだろうっていうのを書いたんですが、うんうん、当たったんですね、はい、なので全然想定外ではないということと、まあ逆って言いますかね、一応習近平の独裁政権に見えるんですが、うんうん、実は習近平のこの過去5年やってきたことっていうのは、はい、序列6位の王岐山と一緒に、要するにバッサバッサと粛清をしてきたわけですね、はい、で結果何が増えるかって言ったら敵ですよね、うん、ですから今まず習近平は内部に、少なくともその政権内部って言い方ではないんですが、中国の元権力者を含めた内部に相当敵を作ってしまっているということが一点。それから、あとは今北朝鮮、金王朝と習近平の関係は最悪です。はい、史上最悪なんですね。はい、それで、まあ、北朝鮮側からすれば、もともといろんな制裁を受けてきたわけですが、うん、それを国連の制裁と言っていたのが、去年の後半あたりから中国による制裁と言ってるんです。うん、はい、で、もう一つ重要なのは、まあ、日本やアメリカは100年の敵、はい、北朝鮮とってでも中国は1000年の敵と今言ってるわけです、うん、これは非常にね新しい構造になってきていて、うん、これをもちろん一番喜んでいるのはロシアのプーチンです、うん、というのが今中国国内から世界に移っちゃったんですけど、はい、まあ、そういう朝鮮半島の情勢を含めればそういう状況になっていると。で、まあ、習近平がにとって今何を恐れてるかって言ったら暗殺です。すで、はい、にこの5年間で9回あったわけです、はい、でこれもわざわざそういうことも裏メディアで報じられているわけですね、うん、で最近では12月24日にありました。あったんですか、はい、でこれについても相当裏メディアは書いてるんですが、まあ事実が若干本当かどうかわからない部分はあるんですけど、人民大会堂か中南海かどっちかに習近平がその車寄せの場所があって、そこに乗るか降りるかの時にすぐそばにあった車が爆発してるんですね。聞きましたね。はい。で、これはもうほぼ事実だと考えていいと思うんですが、要するに非常に近いところ、要するに武装警察とか、要するに習近平を守らなきゃいけない、なければいけない集団の中にも敵がいるってことが明確なわけです。何かこう実際にそれで被ったわけではなくて、見せしめ的にもそうですね、なってるわけですよね。はい。で、やはりね、北朝鮮とアメリカの関係で言えば、アメリカにアタックされて北朝鮮の金王朝は殺されるというイメージが強いんですが、彼らはモグラ生活をしてるわけですね。基本的には核シェルターの中にいるけど、それで外遊もしないわけですよね。ところが習近平は外にも出なきゃいけないし、外遊もしなきゃいけない。とすると、江沢民派は敵である。それから北朝鮮の一派だって敵である。という意味で言ったら、彼が一番今、危ない。はあ。というふうに解析すべきだと思います。一つ今日はその本題に入る前に聞きたかったんですけども、はい、今メディアではいろんな、例えば書籍も含め、習近平の独裁政権だと。はい、もう完全に、党をハーフ、もう承服していると、はい。もう本当にそういった意味で、もう一党あれじゃないかみたいな感じなと思ってたんですけれども、はい、よくこのチャイナセブンの顔ぶれ見ると、ある意味この、じゃあこれは習近平独裁かっつったら、バランスよくこの、どちらかっていうと、共青団の方が3人ぐらいいて、そうですね。江沢民が、ね、まあ、1人いての、はい、習近平中立っていうのは2人ぐらいであって、立憲書は完璧、ナンバー3の立憲書は、完璧、習近平の手足だと考えていいんですね。あと中立で長楽祭ぐらいで。長楽祭も非常に習近平にずっと近寄ってました。はい、で、ナンバー7の関西は基本的には、まあ、一皮向けばというか、基本的には上海閥なので、はい、江沢民派だと言っていいと思うんですね。そうですね。で、何よりも、まあ、それ以上の中央政治局の委員は25人合わせているんですが、はい、一応その25人のうち13人は習近平近いと言われてるんですけど、軍のことで言えば、
上、頭は陸海空とロケットと戦略のトップは習近平の手足になったんですが、実務部隊はまだほとんど江沢民派なんですね。そうですよね。ですから結局は上がガーって変わったとしても反発は大きいので、クーデターの可能性はより高まるっていうふうに言われているわけです。ですからその一応主要なポストに徐々に習近平派がくっついてきてはいるけれども、やはりその1989年以降の6月以降の江沢民の時代っていうのが胡錦涛の時代も含めてあったので、はい、非常にそこのを消し取るということはなかなか無理だと考えていいと思います。じゃあメディアが考えているほどその独裁ではないと。ないです。やはりこの共産党内での今おっしゃった、はい、暗殺の恐れも含めもう最も高いと思います。もっとある意味危険になってきたという状況なんですね。はい。それと実は新北朝鮮派の国とかは当然あるわけですよ、はい、イランとかね、はい、そういうところは習近平とアンチですよ、だから世界においても必ずしも習近平が中国が大きい習近平素晴らしいなんて思ってるわけじゃないという状況が今の中国だと考えていいと思います。普通のメディアが扱ってるものでは全く言ってないようなことを、はい、ね、全くこの違う視点で今日はですね、今日のテーマは半島有事日中関係改善、習近平は今何を考えているのかです。まあ、まさにこの習近平もね、この暗殺の危機、そういったことがもう今にでもあるという状況の中 で、はい、まあ、実際今この日本との関係という立ち位置で見るとですね、このアジア外交、東アジア、まあ実際にオリンピックがですね、今日から行われてますけれども、はい、まあそこにはもういろんなね、北朝鮮の問題であったり、はい、いろんなものが渦巻いてると思うんですけど、どのように見てらっしゃいますか、ね、そうですね。まずね、北朝鮮であり、朝鮮半島との関係は習近平良くないわけですよね。はい、とすれば、とにかく不気味な微笑み外交を日本にしないと、うん、全部が敵になってしまうわけですよね。うん、で、ロシアにとっては、中国というのは完璧な味方になることはありえないんですよ。はい、なぜかといえば、中国は、そもそも朝鮮半島を属国化するためにずっと動いてたわけです。うん、それは1992年の8月に韓国とも国交を樹立していますよね。はい、で、それまでは、まあ、兄弟分として北朝鮮の存在との関係が強かったわけですけど、まあ、対等に近い状況をお付き合いするような。それはどういうことかというと、朝鮮半島もくっついてるわけで、うん、中国のテリトリーだと彼らは考えていたわけですよ。うん、で、それに対して、心から反発をしていたのは北朝鮮ですよね。うん、だけど北朝鮮はある種ずる賢いので、まあ、中国の技術とかお金とかそういったことも利用しながら今に至ってしまったと、この核ミサイルに関しては。うん、で、特にそもそもは、まあ、北朝鮮というのは、ソ連が作ってくれた国ですよね、スターリンが。はい、で、ソ連との関係は良かったわけですが、1991年にソ連は崩壊してしまうわけです。はい、それでもうずっとロシアになった後は、ずっと迷走をして、うん、2000年の5月からかな、プーチンが大統領になるまでは、まあ、使い物にならないというか、武器なんかをちょっとね、買ったりはしたとしても、基本的にいいパートナーにはなれなかったんですよね。うん、で、そういった中では、中国の江沢民派、そしてそれは東北三省にある新洋軍区を使って核ミサイルの開発 をしてきたと、うん。で、その状況がずっと続いて今に至っていて、うん、で、金王朝としては、先ほどの話じゃないですけど、心の奥底では、とにかく自分たちはウイグルやチベットやモンゴル民族になりたくないと。うん、要するにジェノサイドしている、要するに共産党である中国の支配層の傘下に入ってしまったら、自分たち朝鮮民族がなくなってしまう。ということをよくわかってるわけですよ。で、一番は満州人ですよね。満州人はもう文化もないわけです。文字も読めないし。だからそういった状況に自分たちは死んでもならないぞというのが彼らの生き方だったと。で、あと、もちろん私別に、ラジオをやってるようなね、北朝鮮を別にその、援護するわけではないけれども、その部分の考え方は保守ですよね。その部分だけですよね、とりあえず。はい、で、また、南の今のムンジェイン政権は、まあもちろん左派だと言われているけど、それは反米で反日であるから左派、人権派であるから左派と言われているけれども、
彼らはやっぱり朝鮮戦争の中で南北離散してしまったと。同じ民族がドイツ、東と西が一緒になったようになってどこが悪いんだと思ってるわけですよ。そういったその一般ピープル、別にムンジェインだけじゃなくてその一般ピープルの感情はなんかこう日本の中で今度外視されてきてるのは事実で、で私やはり中国に行った時にね、それを如実に感じたんですよ。なぜかというと東ドイツの人が来ていたわけです、うん、要するに西ドイツの人は中国に来ていなくて、東ドイツの人は当時ロシア、ソ連との人と仲良かった、はい、うん、でその分断の中の最後の状況の話を聞いていたので、うん、やはりそのドイツとして民族として一緒になったベルリンの壁が壊れたというのは、私もそれはテレビで見たんですけど、見た時にはその東ドイツの人の気持ちがすごく分かったんですね、うん、ですから、まあ、朝鮮民族のことは私が別に庇護する必要もないけど、そのことを考えるとそこに向かっていってるということを少なくとも政治的に推しているのはロシアだというふうに考えていいと、うん、それでそれについてはもうトランプ政権も分かってるんではないかというふうに思います、うん、これ例えばムンジェインさんが今いろんな意味で融和という意味でやってますけれども、はい、実は融和になってこう一つになりました、なりますってことは可能なんですか。結局38度線がなくなって、それが対馬海峡まで下がってしまうような状況で、一番その想定として今後どうなるかを想定して動かなきゃいけないのは、だから日本だと、うん、いうことだと思うんですね。そうですよね。で、幸いにして安倍さんとトランプ政権の関係は非常にいいと思うので、うん、その齟齬はなくね、そういうことも今後起こり得るという中で動いてると思うんです。うん、で、まあ、なんて言うんですか、結局この、結論的な言い方をするとあんまり良くないんだけど、一つの考えとして、うん、先軍政治を取ってきた北朝鮮は、うん、結局強いってことですよね、うん、で私からすればだから日本はある意味で言ったら五条大事にね憲法を守ってきて、それで平和平和ってところで自国軍をまだ持ってない状況でいるという中で、ずっとまだこうまあ属国というか本当の主権がない状況で来てると、その方がやっぱりもっとそっちの方に目を向けなきゃいけないというふうにもちろん思っています。その、ね、統一というテーマで考えてしまうと、例えば、これ、ムンジェインさんが大統領になる前の大統領キャンペーンの時に、はい、その当時のその、まあ、軍のトップですかね、トップが、まあ、いろいろ、その、ムンジェインさんの応援に回った、なぜ応援に回ったかっていうと、その、軍事予算に対してもすごく明快であったし、そういう、何でしたっけ、演習も唯一見に来てる人間であると、はい。ですから応援するというようなコメントを出して、で、もし、そんな左とか言われてるけど、間違った方向行ったら、私たち軍隊がそれを止めます。っていうようなことも、はい、公式に、アピールしたというか。そうですね。軍は承服できてるんですか？しかも。そこはやっぱりね、結局軍については、もちろんまだ親米派は、非常に多いというふうにもちろん考えていいと思います。で、その上で、そのメディア、それから教育の部分で言ったら、もちろん北朝鮮の工作に侵されているという言い方があるんですが、もう一つ言えるのは中国に侵されてきたわけです。で、やっぱり反日工作を強くやったのは北朝鮮だけではなくて、私は中国がやってきたっていうふうに自覚している。それと結局韓国っていうのは本当に財閥プラスあとは一般ピープルみたいな感じですよね。一般ピープルでちっちゃな企業って。だから財閥を要するに中国が自分のものにしたわけですよね。ある意味で言ったら、その、例えばサムソンも、はい、まあ、中国の純国有企業のような扱いを受けてきたわけです。それからそういう、ヒュンダイとかもね、うん、北京五輪の前には、ヒュンダイを北京のタクシーにしてあげましょうとか、こうして、すごく中国が優遇してきたわけです、うん。要するにそれはマネートラップっていうか、韓国は、中国のトラップにかかっちゃったわけですね。うん、で、その結果というか、そういった中でパククネさんが、サード配備って決めた途端に、ある種国防動員法の発令例のようにめっちゃくちゃにされて、すべてがおじゃにされたじゃないですか。これはチャイナリスクだってことを、そのムンジェインがどのぐらい分かっているのか、それを今後どういうふうにその中国を今まで通りのカードとして使わないような政策で進むのかは、今のところ私もよく分からないんですけど、うん、いずれにしても北朝鮮との関係を最も重視するっていう方向に軸足を動かしているのはもう事実だと思うんですね。先ほどロシアがそのとね、統一、ね、南北統一の方をある意味応援してるじゃないですけれども、はい、中国はそういった意味では、中国はですね、
自分に北朝鮮の核ミサイル、特に生物化学兵器が飛んでこないような状態にしてほしいっていうのだけ思ってると思います。うん、そのために習近平は去年の4月にね、アメリカに命乞いをし、はい、まあ外遊したわけです、うん。それからロシアにもその今のナンバー3の李斯選手が行ったり、習近平も何回も入って、でプーチンに助けてくれと言ったわけです。要するに金正恩を自分はコントロールできないから、プーチンさんよろしくということでお金を貢いだわけですよね。今だから本当に恐れているっていうのは、習近平にとってはちっちゃな国であるけど北朝鮮の金正恩の動きを恐れていると思ってるんです。でそれはある意味で言ったらちょっと痛快なんですよ、私にとっては。要するにね、でかいジャイアンがちっちゃい国をいじめるっていう構造がずっと続いてきて、で、日本だってどんどんいろんな工作にかかってきてるのに、みんな能天気で気づいていないと。そういう中で、やっぱりこう、もちろん北朝鮮を持ち上げるわけではないけれども、それに対してね、中国が千年の敵だと言ったのはね、なかなかある種で言ったら、まあ、チェチェスト思想というか、その、国家主権という部分だけを考えれば、それは、そうなんだというふうに考え